鳴り止まない電話に囲まれて、俺は頭を抱えるしかなかった。ブラックワールド。オラ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 、お前ら俺様に勝てると思ってるのか、このジャックどもめ。うるさいよ、何時だと思ってるんだい。またご近所から警察に通報されるよ。まったく、山口さんちのニート息子はそのうちなんかやらかすよって近所で噂になってるんだから、勘弁しておくれよ。うるせえババ、俺はそのうちビッグになって俺をバカにして世間の連中を見返してやるんだ。お前はまだそんなことを言ってるのかい。中学生の頃から二言目にはビッグになって見返してやるって。お前はもういい年の中年のおっさんだよ。一体いつになったらビッグとやらになってくれるんだい。ババアに説明しても分かってもらえないから言ってないが、俺はゲーム界ではちょっとした有名人だ。オンラインの対戦型のシューティングゲームでは、俺こと伝説のトッププレイヤー九州のグッサンといえばゲーマーの憧れの的だ。某 SNS のフォロワーは余裕で5桁を超えている。グッサン、 e スポーツの大会に出ないんですか？グッサンだったら優勝間違いなしですよ。俺はグッサンにゲーム配信してほしいですね。グッサンのゲーム解説絶対バズりますよ。そういう話もちょくちょく出るんだけど、俺ニート歴が長いから人前に出たり大勢の人が配信見てると思うと緊張で気を失いそうになるんだよね。それより俺やりたいことっていうか夢があってさ、こんなゲームがあればいいなっていうのをノートにまとめてて、その内容が実現できれば絶対売れるゲームができると思うんだ。それいいですね。ゲームを知り尽くしたグッサンの考えた究極のゲームを実現しましょうよ。俺会社でマーケティング担当してるんで、市場調査とか実務もろもろ引き受けますよ。俺本職は SE なんでゲームの開発やります。え、お前ら働いてたの？俺お前らもニートだと思ってたんだけど、まあいいか。俺は深夜のノリで軽い世間話だと思っていたが、熊本と高一のスイッチが入り話は進んでいき、じゃーん、ここが俺たちの会社、合資会社グッサンのオフィスだ。やりましたね、グッサン。じゃなかった、社長。社長、この俺が。こうして俺の会社がスタートしたのだが、ほらさっさと起きな。イベントだかなんだか知らないけど、あんた出かけるって言ってただろ。俺は社長なんだって。社長だから社長出勤でいいかな。うやうや、おはよう。昨日話したリースの日程だけど、先方から返事は来たの？うんうん。高一と熊本は勤めていた会社を辞めて本格的にゲーム作りに専念し始めた。俺は出社しても何にもすることがない。だって会社で働いたことがないから何をすればいいのか全くわからない。高一、お前昨日も徹夜だったんだろ。一人で無理するなって。ああ、追加のプログラマーの手配はできたか？ああ、知り合いでフリーでプログラムやってるやつに声かけてみた。一応俺この会社の社長なんだけど、なんか手伝うことある？それじゃあそこの書類シュレッダーにかけてください。シュレッ、何それ、おいしいの？でさ、会社で働いているってことは給料が出るんでしょ？俺いつ給料もらえるの？社長なんだからさ、いっぱいもらえるんでしょ？俺欲しいフィギュアがあるんだよね。まだ会社の売り上げがないのでしばらく給料出ませんよ。というか経費だけで赤字です。はあ？俺が働いたことのないニートだからって騙されないからな。会社ってのは来るだけでお金がもらえるって俺知ってるんだからな。早起きしてわざわざここまで来たんだから金よこせよ。帰りの電車賃どうするんだよ。わかりました、電車賃は渡しますから。あ、そうそう、昨日新しいゲームのアイデア思いついたんだよね。これも仕様に追加してくれない？あ、できるよね。わかりました、また作り直します。また今日も徹夜だな。やったー、完成だ。このゲームができたのは高一の頑張りがあったからだよ。いやいや、熊本のサポートがあったから。これ俺が考えたゲームなんだけど、俺のおかげでしょ？いや、お前何にもしてないだろ。発売と同時にゲームはバカ売れ、ネットやテレビでも取り上げられ、俺は一躍有名人に。
お前はいつかは大きなことを成し遂げる大物だと思ってたよ。お隣の田中さんが孫にプレゼントするからゲームに息子さんのサインをもらえませんか、だって。サイン？しょうがないな。田中のおばさんに今回は特別だって言っといてよ。あー、有名人は辛いな。サインのしすぎで懸賞円になっちゃうよ。俺たちのボーナスが10万ってどういうことですか。これまで俺たち無給で頑張ってきたんですよ。俺が社長なんだから俺が給料決めていいんでしょ。文句言うなよ。10万って大金だぞ。アイデアはグッサンのかもしれないけど、それをここまで形にしたのは俺たちですよ。グッサンはアイデア出しただけで何もしてないでしょ。アイデアを出せる人は唯一無二で神。お前らがやってることは誰でもできるだろ。10万円で十分だ。もう無理。こんな世間知らずのニートでやっていけない。俺辞めますから。俺も辞めるわ。これからは一人で頑張りな、ニートのおっさん。さっさと辞めちまえ。この会社は俺のものだ。二人を追い出してオフィスでくつろいでいると、え、ゲームがフリーズして動かない。いや、そんなこと言われても俺知らんし。担当者に代われって。うるせえな。クレームの電話をガチャ切りしてやったが、それから電話は鳴り止まない。熊本と高一の二人とも連絡取れないし、どうすればいいんだ。鳴り止まない電話に囲まれて俺は頭を抱えるしかなかった。俺がクレーム対応したのは大御所のゲーム評論家だった。次の日、俺の対応の悪さがネット記事に掲載されて炎上。俺のゲームはすぐにフリーズして使い物にならないと悪評が立ち、売り上げは急下降。会社は倒産して俺はまた引きこもりニートに。やっぱり外は怖い。外に出るとろくなことがない。俺の居場所はこの4畳半だけだ。これから一生、人生が終わるまで。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。